こんにちは。ホームランディック一級建築士事務所の生見京子です。今日は埼玉県の秩父市の S ファクトリーさんに来ています。設計担当してます小池です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はたっちゃんと一緒にルームツアーしていきたいと思います。今日のお家はまるで地中海コテージ、海外テイストなリゾートハウスのご紹介です。たっちゃん、またここが森に囲まれててすごくいいところなんですが、どういった場所になりますでしょうか。秩父郡の横瀬町というところに位置してまして、はい、すごくこう自然豊かな場所に位置してます、うん、まあ、その中でも少しより山の近くになっているので、すごく自然の中に佇んでいて、よりこうリゾートな雰囲気が醸し出されているのかなと思います。なるほど。いい鳥の鳴き声が、いいピョロピョロピョロっていい鳥が鳴いてます。本当に自然豊かですね。そうですね、暮らすにはすごくゆったり気持ちのいい場所になってます。絶景です。外観がこちら面白いですよね。タイルとガルバと木を使った組み合わせになっています。でアクセントの木枠の窓がとっても素敵でございます。でまたリゾートテイストということで、こちらのお花ブロックが使ってあるかなと思うんですが、これ後々白に塗られるそうで、白いとまたリゾート感が増しますよね。そうですね、これが全部真っ白にこれから塗っていくので、あともう一段積むんですけどね。あ、なるほどなるほど、はい、もう一個花ブロックと一段来て、インターホンと表札とフォントがつくので、なるほど、かわいい。さらにリゾート感が増すかなと思います。こちらのタイルも海外っぽい感じだなと思うんですが、はい、こちらもたっちゃんが選ばれたんでしょうか。そうですね、これもいくつかピックアップさせてもらって、はい、オーナーさんと一緒にこう選んだものになります、うん、名古屋モザイクのタイルですね。なるほど、はい、素敵ですね、はい、こちらはガルバの横張りですか。そうです、 IG 工業の SF ビレクトのホワイトですね。で、あちらの十字の差しって普通の既製品じゃないんだと思うんですけど、はいはい、作られてるんですか。そうです、あれは造作で大工さんに作ってもらった窓になりますね。すごいですね、はい、ガラスだけ取って木枠で収めたっていう感じですか。そうです、ガラスだけ取って後で押し縁で内側と外側から留めてるような、なる、はい、オリジナルの窓ですね。素晴らしいです、はい、またこちらのねルーバーが素敵ですね。ルーバーがついてるとやっぱり一気にまたリゾート感がすごく出るのかなと思いまして、本当です、はい、ここもう一個ブロック入れて、ここに植栽を植えるんですよ。で植栽でこうフェンスみたいにする、なるほど、はい、目隠しにするっていうか。そうですね、であと子どもたちがこう落ちないように、植栽がバーッとあればいかないようにっていう感じです。まだ階段ができてないのでこちらから失礼します。こちらもフィックスと引き戸が一緒になった玄関ドアになってまして、私はですねガラスが欲しいよっていう人はこのぜひ玄関とセットになってるものの方がぴったり収まって綺麗かなと思うんで、すごく素敵な玄関ドアだと思います。それではお邪魔します。じゃーん、わー、入って、これまた面白いですよ。一直線にグリーンの背景と、それからキッチンらしきものが見えますが、後で行ってみたいと思います。まず入ってですね、左手に土間収納があります。このまま靴のまま行けて、こっち側とこっち側にたくさん靴が収納できますね。正面は有孔ボードになっているので、ここにまたねおしゃれな小物関係を飾っていただけるようになっているかと思います。たっちゃん、ここの土間のこのタイルがすごく長く続いてるんですが、はい、どういった計画なんですか。ここはオーナーさんの海外への憧れというところが強かったので、玄関からですねもうタイル張りでキッチンまでつながるこの動線と見た目っていうのがまず第一です。タイルがすごく長く続いてるんですが、土足でございますか。はい、そうです、そのまま土足でキッチンの方まで行けるような、そんな動線になっています。もうちょっと行ってみましょう、はい、はい、帰ってきてすぐこのまま土足でキッチンに上がれると、こちらオーナーさんのご希望ということですよね。はい、そうですね、やはりオーナーさんが海外のお家が好きということでですね、日本だと一度玄関で靴を脱いで中に入るっていうのがスタンダードだと思うんですけど、海外のイメージ的にはやっぱりこうそのまま靴で入れるよと、そしてそのままキッチンの方まで入れるスタイルっていうのが憧れがあって、そういった感じにしたいっていうご要望をいただいて、はい、すごいですね、いいですね、一直線で、はい、実際は帰ってきてですねすぐ一旦このパントリーに入ります。パントリーでたくさん物を収納して去っていって、ここのキッチンに帰ってくる、そういう動線ですよね。はい、はい、素晴らしいです。でまたこのキッチンがすごく素敵です。こちらは多分ウッドワンさんのものですかね。そうですね、ウッドワンのキッチンになります。はい、通常よりちょっと大きいですね。ちょっと大きいですね、
一般的にまあ住宅で使われるものが2550サイズっていうのが多いと思うんですけど、はい、このお家は一応2700にしています。オーナーさんがすごく料理が好きで、まあ、料理にこだわりのあるオーナーさんなので、今回はかなり広く取っています。はい、実はさっきオーナーさんと少しお会いさせていただいたんですけども、すごく料理への愛が溢れてる方です。すごい素敵なご夫婦だったんですが、自前のフライパンとかもですね用意していただいて、初めて洗剤で洗っちゃいけないフライパンがあるんだっていうのを私は知ったんですけども、長年フライパンを育てていくというお話を聞かせていただきました。そういうご夫婦なので、キッチンに愛情が詰まってるなっていうのを感じましたね。またこの正面に貼ってあるタイルなんですが、これはどういったタイルですか？変わってますね。はい、これがあのブリックタイルですね。レンガのこうタイルになっているんですけども、それを貼っていまして、ただ白いレンガ貼ってるわけじゃなくてですよね。実はもともとはこう赤レンガだったんですね。赤レンガで目地もグレーなんですけども、それをあざあざでこの白に塗ってるということをやっています。何で塗ったんですか？これはこれあの普通の白の水性のペンキで塗ってるんですけども、凝ってますね。はい、白のものをいきなり貼っちゃうとすごい綺麗になっちゃうので、今回のその家のイメージっていうのがですね、海外リゾートっていうところなんですけども、はい、地中海、まあ、スペインのですね、こう海辺に立っている古屋をリノベーションしてコテージとして貸し出していると、そういうテーマがあるので、古い建物もともとは違う色だったんだけども、自分でこうリノベ白にしたよっていう、そういうちょっと本物感を欲しかったので、わざわざこうちょっと手間かかるんですけど、はい、やってますね。白にやってます。こだわりがすごいです。はい、もうまさにここの雰囲気なんか一番もう地中海っていうか南欧風っていうか、すごい素敵な海外リゾートのテイストですよね。はい、素晴らしいです。まずこちらの白の横にはグリーンのタイルを使ってあると思うんですが、はい、こちらはどういったこだわりですか？地中海、そのリゾートの方でですね、スペインだとか南イタリアだとかですね、多いテイストで、基本ベースはホワイトカラーなんですけども、その中にバキッとしたこういった緑とかイエローとかですね、グリーンイエローカラーっていうのを入れていくのが、かなりこう本物志向というか、色使い的に本場の方にですね寄せさせてもらったというところになります。素晴らしいです。それで私がこれびっくりしたのがですね、実はこの棚かっこいいじゃないですか。なんとなんとダウンライト入ってるんですよ。めっちゃ凝ってると思って、もともとあったこの棚板結構分厚いんですが、これにあの埋め込みでダウンライトを仕込んだという手のご利用でございます。これミーレの大きい方ですよね。60センチ。そうです、60センチのミーレですね。ステンレスタイプですね。入っていますね。はい、やっぱりお料理好きな方なんでミーレもこだわりですね、きっとね。はい、ここも初めからやはりミーレの60センチ大きい方で、はい、大きなものを入れたいというご要望をいただいてました。私がちょっとびっくりしているのが、こちら多分ウッドワンさんのものなんですね。でこちら多分造作なんじゃないかと思うんですが、はい、天板のサイズと形、素材がぴったりなんですが、はい、どうやってやってるんでしょうか？造作で作らせていただいてるんですけども、はい、サイズ感をですね、もともとウッドワンの方のサイズ感を抑えてましたので、そちらのサイズをこのステンレスの掘っていただく業者さんに伝えているのと、あと面材も一回事前に見ていただいたんですね。こういう面材なので、ここの仕上げ方でちょっと揃えてほしいということで合わせてもらいました。なのでかなり本物というか、あまりも変わらないと思いますね。あ、このまま、はい、ウッドワンから天板だけ取ったのかなと思ったんですが、はい、じゃないんです。作ったんですか？作って、このすごい、はい、バイブレーション仕上げのこの傷の感じ具合もちょっと同じような感じで揃えてほしいんですっていうことですね。ぴったりじゃないですか。はい、でここ抗菌が後で埋めるので。あ、なるほどなるほど。はい、でもここは段差ができちゃうんですけど、それはしょうがないですよね、はい、もちろん、はい。へえ、これ作ったとは思いませんでした。すごい。でここもね、あのパイン材と合わせたような木目で、こう、はい、違和感なくね。そうですね、これ実は構造用合板なんですよ。はあ、はい、床の下地材なんですけ ど、 なるほど。やはりこう木目の感じだとか見てますね。はい、よりこうラフさが出るので。素敵素敵。でこちらは引き戸になってまして、造作だとこんな感じ。いい匂い。こちらも造作でこう引き出せるようになってて、炊飯器のこう蒸気逃がしという感じですか？そうです、炊飯器ですね。で一応下が米びつを置くというところになってます。いいですね、素敵。またねこっちも造作で同じテイストで作ってるんですよ。私これもウッドワンさんで頼んだのかなと思ったんですが、はい、違うんですね。これも造作で、はい、すごいですね。そうです。これ何屋さんに頼むとこれやってもらえるんですか？ステンレスの加工会社さんが地元にあるんですよ。ここから5分ぐらい行ったところにありまして、挨拶しに行こうかな。はい、かなりちょっと加工精度がすごい高くて。そうですよね。はい、これはね、ウッドワンさんの天板と合わせたい人はもう必見かなと思います。はい、でこちらも本当にね、海外のキッチンという感じで、こっちでお料理して、まあ、こっちなんかパンをこねたりとか作業したりということで、作業台があるっていう、そういうタイプですよね。そうですね、作業台代わりになってますね。はい、実際オーナーさんもここで何か作られるんでしょうかね？料理もそうなんですけど、パンをこねたりだとか、あとお菓子を作ったりだとか。なるほど。そういうことを実際にこれからまあ販売をしたりだとか、あとお料理教室とかももともとされている方だったので、はい、ここでみんなでお料理教室したりだとか、オンラインでのお料理教室みたいなのもやりたいということでですね、はい、結構こだわりを詰め込んでいるキッチンになりますね。すごい、はい、今時オンラインでお料理が習えるっていうので、はい、びっくりしました。私もなろうかなと思いますけど。
こちらのキッチンの上の棚になんかこのせいろが載ってたりとか、はい、ちょっと丼みたいな感じだったりとか、はいはい、あとこの中に服って書いてあるちょっとチャイニーズっぽいようなコップが入ってるんですけども、こういったのはどういうご趣味ですか？はい、さすがちょっといいところに目つけていただいて、今日メインのテーマとしては地中海スペインだとか南イタリアの方になるんですけども、向こうの本場のインテリアがですね、地場のインテリアだけではなくて結構こう多国籍なインテリアを入れるのが結構こう本物志向だったりするので、そこの本物感をより強めるために、まあオーナーさんがいろんな国のインテリアだとか雑貨だとかそういったものを輝かせられる空間にしたいということで、はい、わざわざですねこうオーナーさんこう自前なんですね、はい、こちら食器を入れていただいて、はい、これがかなりこう本物感があるのかなと思います。オーナーさんのセンスが高い。こちらもオーナーさんの私物ということですね？そうですね、ここに置くためにオーナーさんがこうアンティークの収納を購入をしていただいたと、まあ、アンティーク品なので結構こうぐらついたんですね。なのでそこら辺を僕らの方で集合して、そしてこう地震の時に倒れないように下からこう固定をさせていただいているので、地震対策もバッチリになってます。なるほど、素晴らしいですね。はい、それからこちらが土間のタイルから一段上がってダイニング、それからリビングっていうそういう形になりますね。ここはそうすると普段スリッパで降りる感じですよね、きっと。そうですね、今は綺麗になっているので同一空間として使わせていただいてるんですけども、はい、実際住み始めたらこちらはこう土足という形になるので、一度こうスリッパに履き替えてもらってキッチンに行くという海外志向なお家です。でまた可愛いこのライト見てください、すっごい可愛い。これはどちらのライトですか？これがそれぞれ3つともですね、照明のメーカーが違いまして、右からインターホルム、ポイントナンバー39、そしてアトリエキーネというですね、3つの照明を組み合わせています。でコードがやっぱり違うんですよね、メーカーさんによってコードの長さもデザインも違うので、そこは別個で僕らの方でコードを購入して全部統一させたというところになります。全部ちょっと違うテイストなのにでもまとまってるっていうのは、やっぱ色味とコードが合ってるっていうところかなと思います。高さもちょっとずつこう違ってるんですけど、バランスよく配置されていて、とってもセンスがあるなっていう、そういう照明ですね。これだけでセンスがすごい光ってます。素晴らしいです。で、この天井のこの梁っていうのは、はい、そのままの感じなんですが、はい、これはどういう意図で？はい、これが太鼓梁というような梁になるんですけども、うん、よくまあ昔のこう古民家だとか、そうですよね、はい、古い建物によく使われる梁になってるんですけども、まだこういった太鼓梁も販売はしている会社があるので、そういったところから買って、で今だとまあプレカットで工場で加工する会社が多いと思うんですけど、こういった太鼓梁だとやっぱり工場だと加工ができないので、自社の大工さんにここだけ手刻みで加工してもらって、で取り付けをしていると。で構造用じゃないっていう、はい、構造です。構造だけど構造になってます、はい、構造になってるんですけども、はい、まあ、そもそもこう、割れがあっても別に特にこう過重に支障があるわけではないということと、そうですよね、はい、で針性もしっかり確保できているのと、あと上にこう2階部分が乗っているわけじゃないので、もともとここが下屋で荷重がそんなにかからないところなので、こういった形のデザインが作れています。なるほど、はい、ここだけ手刻みで組み合わされたということですね、はい、素晴らしいです。はい、でこちらがリビング空間になりますが、ここにもまたリビングの一角に薪ストーブが降りてくるんですよね？そうですね、まだ今薪ストーブが入っていないんですけども、これから薪ストーブを設置する予定になっています。はい、でそのためのタイル張りの壁、はい、これが琉球石灰岩ですね、沖縄の石灰岩になります。そうですか、はい、なので結構こうラフな雰囲気とリゾート感がなんか感じられるタイルになっています。なんていう壁って言ってましたっけ？ロヘキ。ロヘキ。ロヘキと言います、はい、上も古材ですね。これも僕らの倉庫からちょっと引っ張り出してきた、もう何十年ものの古材をテイストに合わせて白く加工させてもらっているんですけど、でそちらの足元が空いてるんですが、はい、これは何のために空いてるものになりますか？やはりこのタイルの空間というのが基本土足になるので、まあ、スリッパをこう入れたりだとか邪魔なものを常に出しておかないように収納できるようなスペースになってます。スリッパこうやって隠しとけるよ、使わないときはここにいっぱいスリッパがあって、使うときだけこう引き出して履くと。でこの土間のもそうなんですけど、こちらにねタイルデッキがつながってますので、タイルデッキのスリッパもそこに収納できるよということですよね？はい、そういうことになります。開けてみていいですか？はい、どうぞ。おー、いいですね。タイルデッキやってありますね、はい、あそこの一角が穴が開いてて面白いんですが、あれ花壇でしょうかね？そうです、あそこに今普通のブロックになってるんですけども、あれはまた真っ白に塗って、であそこに大きいオリーブを植えると。いいです、はい、下はもう土ですか？そうです、土ですね。じゃあ水はけもいいのでそのまま行きますね、はい、そうですね。でお庭が今まだ土の状態なんですけど、これからオーナーさんの方でいろいろハーブ系を入れて、見た目上もそうですけど料理に使ったりというお庭にするようです。またね、いい眺めといい音、いい気がするよ。いいですね、かなりゆったりしてますね。でまたそのさっきの景色がですね、このリビングソファーからダイレクトに見えると。
いうのも計画済みですね。そうですね、自然が豊かな場所だったのでロケーションをやっぱり生かさないといけないなということで、大きな窓を自然に向けてつけさせていただいてますね。夜はね、星が眺められるし、晴れの日はね、素敵な山が見えるし、いい立地でございます。で、真ん中この窓もですね、つなげてありまして、ここが突き板貼ってあるんですかね。そうですね、梁と柱を同じ太さに見えるような形に突き板でくるんでいます。まるで大きいガラスを区切ったかのような、そんなデザインにしてあります。素敵です。で、またこの天井も上が板張りになってまして、白いファンがまた素敵ですね。この上の板は何を貼ってあるんでしょうか。杉材になるんですけども、はい、今は結構販売している会社が少ないかもしれないです。あ、そうですか、はい、昔だと屋根ののじ板っていうですね、屋根材の下地材としてそのまま加工をしないで安く販売しているようなものだったんですけど、うん、なかなか今使う会社っていうのがないんですけども、うん、板材に加工される前のこの耳付きの状態でストップしてもらって、それを購入したという感じですねあえてちょっとこう古げな感じにしたいなということで、はい、あえてちょっと古さを再現するためということです。はい、仕入れからこだわってるということですね。はい、そういうことです。はい、はい、またリビングソファーの後ろには立派な和室がございまして、アーチの垂れ壁が可愛いですね。畳部分があるのが3畳、うん、それで収納まで全部含めて 4.5 畳になります。すごく伸び伸びと結構大きめですね。そうですね、和室っていうと 4.5 畳欲しいって言われる方が結構多いんですけども、3畳スペースだけでも寝転がったりする分には十分なので、そんなにこう広く取りすぎずに別のところに振り分けるっていうのもこう豊かさが生まれるのではないかなと思います。確かに。こちらにもですね、カウンターがあって、下にちゃんと足が入るように彫り込みがされてまして、コンセントもついていて、至れり尽くせりなちょっとしたスタディーコーナーになっていますね。必要な時だけこのライトをつけて勉強もはかどるなと。右利きの人だといいですね、影にならない位置から光がね。そうですね、はい、Wi-Fi をつけるようなスペースを設けてます。 Wi-Fi だとかモデムだとか配線が結構ごちゃつくので、あまりこう目に届かないようなところに設置する方のが空間をやっぱ好きに見せられると思うので、こういったところに今回は作らせていただいてます。あとこちらが浮いてる収納になりまして、和室にこうね浮いてる収納ってとっても合いますよね。おー、たくさん入ります、はい、こちらの取ってめちゃくちゃ可愛いんですが、どちらのですか。はい、金物の上手工作所ですね。上手工作所さんの、はい、真鍮の金物になるので、結構すっきりしてて素敵なんですよね。素敵ですよ、はい、なのでこうちょっと和な雰囲気にも似合うし、これリゾート感のお家にも似合うのかなっていうところ、はい、でまたここからね、地窓が見えてこちらの緑が見えるっていうのがいいなっていうのと、ここのライトも私大好きなんですが、これはどんなライトですか。オーナーさんの持ってきてもらったやつなので、私物で、私物ですね。なのでどこの照明かはわからないですけど、すごくリゾートチックで、いいですよ。素敵ですよね、うん、この和室にぴったり、はい、でそれからまた天井もすごくいいなと思ったんですが、これはどんな材料でしょうか。はい、これがあの吉津ですね、すだれとまあ同じようなものになるんですけども、夏に暑さよけに外に立ってるのを見たことがあると思うんですけども、それのこう色があっさりしたものを今回天井に貼らせていただいて、それをこう白の酸で抑えてリゾートな雰囲気にこうアレンジしているというところです。間接照明もね、ビチッと入って、ここの空間の照明は間接照明だけ、あとはこういう手元にあったりとか自分でつけるタイプのものになりますので、普通だとここに照明つけたくなると思うんですが、これだけで十分ですっていうことが言いたいです。はい、やっぱ奥面が照らされているので、より奥行き感がやっぱり増すんですよね。これが真ん中が照らされていると、どうしても手前に視線が持っていかれるので、なるべく奥の方に視線を持っていくことが、よりこう空間を広く見せるところのポイントかなと思います。また山の向きがこちら側っていうのもいいかもしれませんね。はい、そうですね。でまたこちらの畳の上がりが40センチ、椅子と大体同じ高さの40センチになってまして、下が収納になってます。こんな感じでたくさん収納が入りますね。こちらのルンバが入る基地ですよね。こちら、そうです、ルンバ基地になります。こちら高さが15センチしかないんですが、結構この取り出しとかって大変じゃないでしょうか。はい、そうですね、単純にここだけで使ってしまうとやはり取り出しにくさあると思うんですけど、はい、実はこのちょっと仕掛けがありまして、はい、裏に回っていただくと、こちら洗面所になってるんですけども、ここの一番左の扉を開けていただくとですね、実はルンバ君がここに繋がっていると。おー、いいですね。いうことです。結構最近多いのが、ルンバ本体にゴミを貯めるのではなくて、キッチンの方にですねゴミを吸い上げるような箱がついてるタイプっていうルンバが結構人気で、オーナーさんも結構ご希望されるんですけど、そうなってくると割とこうリビングの方に作っちゃうと結構目立つんですね、そのゴミ箱が。なので今回はゴミ箱をこう洗面所の方から取り出して、あくまで入り口がリビングだけっていうですね形で工夫して作らせていただきました。考えられてますね。またその扉も
すごい可愛いんですが、こちらは見たことないんですが、作ってるんですか？そうですね、これラタンですね。周りがタモ、タモ材と、はい、ラタンで組み合わさせてもらいました。これはまたリゾート感がかなり強くなるのかなと思います。これは初めて見ましたよ、私は、はい、これどうしてこれをインスピレーションを受けたんですか？小田さんのイメージがかなりもともとありまして、ラタンをやっぱり使いたいなということで応募いただいてたので、僕もまだ使ったことなかったんですけども、ですよね、もいいですねと、これはもうやりたいねということで今回初採用させていただいたら、もう見事に低い、お見事です、はい、すごい素敵に仕上がりました。いやー、はい、なかなかのセンスでございます、はい。こちらもまたね素敵な洗面台で、上が何でしょう、これモールテックスです。モールテックスはちょっと白めのものを塗って、はい、お家の南欧風の雰囲気に合うようにしてありますね、はい、こう立ち上がりでタイル張りしてあって、はい、3面鏡です。これも造作ですか？そうです、これも造作の3面鏡になっているので、造作さんが、はい、鏡の周りに照明を埋め込むというと、なかなか既製品だとうまくいかないので、周り鏡の後ろが照らされているとよりリゾート感というかラグジュアリーな雰囲気が醸し出せるのかなと思います。このゴールドの水栓も可愛いですね、はい、これどこのですか？これはネットです。本当これ初めて見ましたわ、はい、綺麗ですね。そのどっかのすごい大手メーカーっていう感じじゃないです。あ、本当ですか、はい、いいですね、はい、で見てください、ここにフローラガラス使ってあるんですね、はい、ここって一体何でしょう、ちょっと開けてみたいと思います、はい、またこの扉がすごい素敵です。はい、実はこちらトイレになってます。おお、すごいです。初めて見たようなテイスト。このグリーンのタイルに、はい、うん、この真鍮のパネル、なんでしょう、これ開くのか、はい、開くじゃないです、開くんです、はい、すごいな、はい、南欧のイメージで真っ白な空間にいきなりこう、カラーリングを入れさせていただいたりだとか、あとは可愛くしすぎないようにするためのこう真鍮ですね、後で少しこうくすんでくるとよりこう渋さというか大人な雰囲気がより出てくるという、そんな仕上げになります。でまたこんなね、ジャラジャラがついてる照明も初めて見ましたけど、はい、そうですね、これも全部真鍮製なので、これも徐々にくすんでくるの経年変化を楽しめるかなと思います。そうするとまた余計こういう扉とマッチしてくるわけですね。はい、そうですね、素晴らしいです。先ほどオーナーさんがねおっしゃってたんですが、こちらのこの3つのキーはオーナーさんのね倉庫から持ってこられたそうで、たっちゃんが一緒に探しに行ったということで、はい、いいもの見つけたっていうね、ご新築に使われたっていう、はい、いいですね、そういうエピソードはね、はい、オーナーさんのご実家がもともと大工さんやられてたということで、はい、いろいろこう材木が保管されている倉庫があったんですね、うん、で何か思い出としてなんか使えるものがないかなっていうことでご相談いただいたんで、一緒に見に行ってしたらいい、ちょうどうねうねした木があったんで、あ、ちょっとここにじゃあ建てましょうかと、はい、こういうのね、ご家族もきっと嬉しいでしょうね、使ってもらえると、はい、これ嬉しいと思いますね。こちら行くとですね、さっきの玄関に戻ってきたんですね。こんな感じでぐるっとまたさっきのキッチンの方へ回れる回遊動線になっています。はい、でそれからこちらのバーンドアですね。たっちゃん、このドアすごい素敵ですね。はい、これはイギリスの方の、ヴィンテージのドアになります。もともと開きドアで使われていたものなので、今まだちょっとこう長板が、後でこれは外すんですけど、まだ開きドアだった時の名残があったりだとか、横にもまだ彫り込みがあったりします。あ、すごい、引き戸に一応リメイクしたと、はい、いう、そんなドアですね。これを後から付けたってことですね。そうですね、これを開けてみるとじゃーん、すごい広い脱衣所につながっています。ここは脱衣所だったんですね。はい、そうです、脱衣所兼、まあ、一応ランドリールームということで、物も整理になってます。なるほど、はい、玄関から入ってすぐ服脱いでお風呂に入れる設計になっていると。ではこちらランドリー充実してますね。ここに洗濯機置いて、スロップシンクでこう汚れたものを弱洗いして、こちらで洗ってここで干します。乾燥したものをここで畳んで、この棚に収納すると。でかけてあったものをそのままここにかけることもできるよって、そういう、もうここの部屋で完結しちゃう、そういうお部屋になってますね。これは便利です。ではこちらを開けてみると、お風呂になっています。相当のサザナですね。照明は木のマットの方の木目ですね。そうです、マットな木目調にしています。はい、でこちらはかける収納をするために2段ハンガーパイプをつけてみます。すごい素敵です。でまたここにもやってあるじゃないですか、さっきのラタン扉。はい、ここもラタン扉やっちゃってますね。これなんか私来る気がするんですけど、はい、このラタン扉、このつまみもね可愛いですね、真鍮で結構ね収納たっぷりですね。掃除機入れてもらったりとか、はい、もろもろ収納できますね。用途とすると、オーナーさんがジムとかに行かれる方なので、まあ、そのジム用品を入れたりだとか、あとはこうお水をペットボトル箱で買ったりするらしいので、そういった重いものを奥まで運ぶのが大変なので、こういったところにごそっと置いといて、出かけるときにさっと持っていけるような、そんな収納にもなっています。ここで手が洗ってリビングに戻ってこれるっていうことですもんね。いい動線ですね。それでは
この素敵な階段を登ってみましょう。こっからがまたね、景色もすごい素敵なんですけど、パッと目に入ってくるのがグリーンのドアになりますが、これはどういったこだわりですか？ここも先ほどのキッチンの方と同じにはなってくるんですけども、真っ白な空間の中にいきなりこうビビッドカラーをバーンと入れてくるのが、より地中海の雰囲気というか、スペインのインテリアにするためのコツだったりするのかなと思います。またこの和室のちょっとアジアンな感じと、これがまた見事にマッチして本物感が出てるのかなと。この丸子も可愛くて柔らかくていいですね。この正面にメニュー表みたいな可愛い額縁があるんですが、ヴィンテージの照明になりますね。可愛いです、はい、あとこっちもそうですね。こちらもヴィンテージのライトと。これはあれですか、たっちゃんのコレクションですか？そうですね、これもコレクションになります。真鍮とグリーンのシェードがついているものになるんですけども、このお家にはこういった緑のシェードとか入れてもすごく素敵だなと思います。アイアン手すりで結構ここの幅が空いてますけれども、そうですね、今回やはりこう、柔らかい雰囲気とあとスッキリさせるために、今回丸子そして間を取ってるんですけども、やはりこのままだと危ないので、しっかりこうネットを張ってお子さんが落ちないような形でこれから対策を取っていくというところになります、はい、下の方に1本あるとね、ネット張りやすいんですよね。そうですね。ではこちらの扉を開けてみます。おお、また景色抜群のお部屋です。おお、さっきの外から見た造作窓のお部屋になりますね。いいですね。主寝室ですね、はい、朝起きてカーテン開けてこの景色が見えたら最高ですね。そうですね、もうかなり開放的なので、すごく気持ちのいい朝を迎えられるかなと思います。はい、素晴らしいです。天井もリビングと同じ天井を張り伸ばしている感じで、つながり感があるような感じね、はい、もう朝起きた時にどこにいるんだろうと、なんかリゾートに来たかのようなそんな雰囲気を味わえるんじゃないかなと思います。本当です、はい、でこちらも照明はここの間接照明のみ。そうですね、間接照明のみですね、はい、ここに乗っけているのと、あとはスタンドをこう枕元に置いていただくというところです、はい、で照明のスイッチが一応こんな形ですね、あの配管になっているんですね。ここもあえてこういったこうインダストリアルな工業的なものを入れていくと、イノベーション感というか、あえて新築ではなくてこの古い建物を作り変えたような雰囲気を醸し出せるかなと。それからこちらがウォークインクローゼットになってます。結構広いウォークインクローゼットです。4畳くらいはありますね。4畳ですね。4畳、はい、4畳です、うん、こちらもですね、長物をかけていただくパイプのところと、上下上下にですねパイプを作っていて、短いものを上下にかけられるようにと、こういうふうに工夫されています。これも2メーターですかね、たっちゃん。はい、そうです、上が2メーターになってまして、下が1メーターになっています。これが2メーターって見てるとすごい高そうなんですけど、155センチの私でもハンガーでこの角持つから全然余裕でかけれちゃうし、取れちゃいますね。この高さもいいですね。通常の一般的な高さだと上の高さが1メーター80になるんですけども、そうすると2段つけるとですね、やはりどちらかの服が擦ってしまったりするんですね。なので今回上を2メーター、下を1メーターと設定して、どちらにも服をかけられるような、そういった高さ設定にしています。たちゃん、これ込み線っていうか、はい、何にもここにないんですけど、どうやって止めてるんですか、はい、これ、これはもう大工さんのこだわりで、ビスケットジョイントになってますかね。もう中に彫り込みがしてあって、こっち側とこう中でダボでこうガチャンと、はい、かなりこれは一手間加えていて、ですよ、はい、大工さんもやはり、まあ、腕ももちろんそうなんですけど、こだわりが強い大工さんが揃ってるの で、 すごいです、ね、はい、ここはちょっと綺麗に見せたいと、はい、いうところでこだわって作っていますね。結構変態な大工さんが多くて、ですね、はい、これはこういう作りたいと、なかなか、はい、普通はですね、こっちからピュッと止めて上からカバーするっていうか、なんかあの隠すようなね、こういう穴がポチョ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 ってつくんです。一見わかんないんですけど、でもよく見たらやっぱり木目の柄が違うのがポチョポチョって見えるんで、普通はあるんですけど、なんで今ないんだろうと思ってですね、ちょっと不思議に思いました。すごい大工さん、はい、変態大工さんですね。収納でもちょっと手抜きたくないっていうさすがでございます。なんか見えないとこだからいいじゃんとか、うん、そうなんですよね、物置いたら見えないじゃんですね。そうなんですよね、はい、僕らかつとそう思うんですけど、いやもう違うんだと、さすがです、これこだわりだと。それからこちらですが、2階の手洗いと、ここもまたビビッドなタイル、深いディープグリーンのタイルが貼ってありますが、綺麗ですね。こちらもオーナーさんのこだわりでアクセントカラーをつけたって感じです。そうですね、やはり他は結構明るい色でまとめているんですけども、2階の洗面に関しては少し、まあ、ディープな感じというか、少しこう高級感のあるような雰囲気にしたいということで、ラフなタイルを貼らせていただいてます。ラグジュアリーすぎるのもちょっと嫌かなっていうことで、じゃあこれまた小材を使ってるんですね。ここら辺はまたちょっと小材を使ったりだとか、あとこういったロープでこう真鍮のですね鏡を使ったりだとかして、ラフさとこうラグジュアリーさの融合というか、うまくまとまっているかなと思います。
それからこちら行きます。黄色の扉を開けてみると、お、こちらは実は2部屋になっていまして、将来間で間仕切りがつけられるような間取りで、こちらからは外から見えていたあのルーバーの場所になっています。ここがバルコニーになってたんですね。そうですね、バルコニーになってます。ここもあのデッキで作ってるので、まあ、デッキテラスみたいなイメージですね。少し、まあ、外でここでお酒を飲んだりとかするのもいいですし、ちょうど秩父のですねお祭りの花火が見えるんですよ。なのでお祭りの時はここでベンチを置いてお酒でも飲みながら花火を見たら贅沢なのかなという、いいですね、そんなスペースですね。ここでねパジャマでいても外から見えない安心感もあって、はい、そうですね、電気をつけるとこう夜でもちょっとムーディーな感じになりますね。こちらの家族は可愛い収納になっています、はい、子供部屋の収納になりますね。少しだけこう服かけたりだとか個人的なものをいろいろここに詰め込んでおくと、お子さん用の収納になりますね。子供部屋から出て右手にはビビッとなグリーンの扉があります。これがまたねゴールドとグリーンがよく合いますね。こちらはお手洗いでしょう。はい、まだこちら照明ついてないんですが、床がヘリンボーンになっているのと3面全部このモールディングしてありますね。そうですね、モールディングして深めなネイビーで塗装をしています。はい、やはりこう2階のトイレなので、まあ、基本的に多分トイレ行くときも寝る直前だとか、あと寝てるときに行きたくなるとか、そういったときの使用する空間だと思うので、そんなに日が差し込んで明るいとかよりかはシックになるべく眠気を覚まさないようにするためのそんな色使いを今回採用しています。2階も全然手を抜いてないですね。はい、実はニッチがあるんですね。今その照明がちょっと仮で置かれてるんですけど、そこが実はトイレットペーパー用のニッチになっているというところですね。そこもオーナーさんの結構こだわりで、ビビッドな明るい可愛らしい扉を開けたら実は中すごいシックみたいな色使いを使いたかったっていうのがオーナーさんのこだわりが詰め込まれてます。色をいろいろ使ったりビビッドな色をポーンと持ってくるとダサくなるってイメージ結構あって、色はあんまり3色ぐらいしか使わない方がいいですよってよく聞くんですけど、今回そうじゃないなって思って、なんかコツとかあるんですか？そうですね、やはりコツはあります。一般的にはやっぱりこう3色ぐらいでまとめていくのがこうセオリーだよと言われているところになると思うんですけども、今回ですねたくさんこう色を使ってるけどあんまりこうガチャつかないポイントとすると、要所要所でですね、例えばここに今黄色が入ってると思うんですけど、黄色1個ポンと入れるわけじゃなくて、実は1階にも何色か黄色入れてたりします。であとさっきのここの扉グリーンもあるんですけども、このグリーンもここだけグリーンなわけではなくて、例えばキッチンのところだとか他の部分のインテリアだとか何箇所かこのグリーンをちっちゃいものでもいいので入れておくと、やっぱり関連性がついてくるので、1個ワンポイントっていうわけではなくて家の中で何箇所か使うっていうことをするとかなり統率感が出てくるので、奇抜な色を入れたいなって思ったら1個だけ入れるのもいいと思うんですけど、あと何箇所か入れてもらうとより家の中の統一感が生まれるよというところをぜひ実践してみていただけるといいかなと思います。ちょうど撮影も終わって日が暮れてきたので、また1階のリビング見てみたいと思います。ちょっとこう日が暮れた感じのお家も素敵ですね。素敵です。またこう外が暗いとライトがいい感じに見えて素敵でございます。たっちゃんのお家はこういうテイストが一番得意ですか？はい、まあ、こういったテイストも得意なんですけども、他にもいろいろなテイストをやってまして、かっこいいですね、アメリカンヴィンテージみたいなのもありますし、もっとかわいらしいのもあるんですけども、僕らも S ファクトリーチャンネルというですね YouTube チャンネルをやってます。そちらの方でいろんなお家のルームツアーもやってるので、ぜひそちらもチェックしていただけると嬉しいです。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。お願いします。では皆さん、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。今回新しい試みを始めようと思いまして、視聴者の方からもし私生見京子にルームツアー来てほしいよっていう方がいらっしゃれば、ぜひ募集したいと思っています。お住まいの地域とお家の写真をインスタグラムの DM でお待ちしています。ご希望の方すべてに行けるわけではないんですが、ぜひたくさんのご応募お待ちしています。待ってます。